本日は2023年度版ベストバイをランキング形式で紹介します。 はい小林です皆様いかがお過ごしでしょうか2024年に入ってからちょっと久々の動画投稿になってしまいました本日はですねまあ1月中にちょっとやりたかった動画ということでベストバイの紹介をさせていただきますこの企画結構好きなんですよね自分が買ったものをこう振り返るっていうのとあとは次のこう買い物にも活かせるので結構ベストバイ紹介はコンテンツとしてはすごい好きでございますまあ皆様もですね なんかショッピングってこう情報戦だったりとかテクニックが必要なところもあったりとかもするので何かこう皆様のですねショッピングライフの参考になれば幸いでございます。<music> とということでですねもうすぐにベストバイを紹介するのもいいんですけれども少し趣向を変えてですね2023年何をを買っったたかっていいうのをまず簡単に振り返り返なと思います、まあ、なんとなくこっちに僕が買ったもの一覧っていうのを出しておきたいんですけれどもまあこんな感じですねまあ冬で言うとですねオフザコート byNBA のニット帽も買いましたね。 メガネで言うとカーニーのダルセナ黒縁のメガネですね。こちらも買いまして、まあ、だいぶ重宝したアイテムとなっております。 はいで夏なんかはねシュタイのケプラワイドトラウザーズめちゃめちゃいいよということで上半期ベストバイでも紹介しましたねでいつも、えっと、度々お世話になっている404ではですねピンクグリーンの切り替えのソックスを買ったりあとはちょっと動画では紹介していなかったんですけれどもバンダナも買っておりました全体を見てみるとキャブエンプトのアイテムっすねあのロン T とフリー ベスト買ったりとかあとは結構ブランドはバラバラですねあのいろんなブランドをこう転々と偏りなく購入しているのかなと思いますでアイテムもですね偏りなくパンツ靴アウターを買っておりますねニットも買っているので,でも シャツとかが買ってないって感じですかね。シャツ買ってそうですね。最近なんかシャツ買ってないので2024年の春夏はシャツ買いたいなという気分でございます。あの前半がこう表の上側になるんですけれどもナイキのトラックパンツとかシュプリームのニット帽とかあとは まあ、オフ・ザ・コート・バイ・ NBA のニット帽とか、ちょっとこう、スポーツミックスの波がめちゃめちゃ来てたんですよね。で、後半、秋冬になってくると、少々クラシックになってきまして、まあ、ユナイテッド・アドローの白シャツも買ってるし、あとは、それこそアルテリアンのセットアップですね、ツイードの生地を使っているので、だいぶクラシックなデザインとなっております。まあ、そんな感じで、前半はスポーツミックスに、 偏っていてい後半はまあクラシックなアイテムを購入しているのが目立っているなぁとこの1年の 購入履歴を見て振り返ると、まあそう感じま,すね、まあ総勢何個ぐらい買ってるんですかねあんまりちょっと数えるのも怖いので合計とかはあえて出さないんですけれども僕の2023年に買ったもの一覧はまあこんな感じでございましたまあこの中からですねベストバイを紹介していきたいんですけれども以前のベストバイ上半期版同様ですねランキング形式で10位から、えー 紹介したいいと思います、まあ、なのでベストバイの数でいうと10個ですね10点え紹介できればなぁと思っておりますので最後までお付き合いくださいそれでは第10位からえ紹介していきたいと思います小林の買ってよかったもの第10位はこちらでございますはいこちら買ってよかったものでございます はい、えー2023年のあのー、なんかよくわかんないタイミングで買ったんですよね。まだあの寒くない。3月は4月ぐらいに買ったんですけれども。まあ、上半期のベストバイでは10位で紹介していて、ただこう。寒くなるとですね。 こいつめちゃめちゃ重宝しまして今年に関しては暖冬っていうこともあって中途半端な寒さの時期が多かったですよねなのであんまりこう10アウターっていうよりかはこういうなんかこのぐらいのアウターがすごい重宝しましたなのでもうスウェットの上からもそうですしニットの上からもそうですしまあそういうトップスの上からサクッと羽織っちゃえばまあ去年のような 頭と呼ばれるる気温に対応すあとは2023年はですね僕グレーの色にかなりハマっておりました。といった意味でもですね全体的にグレーの色が基調となっている、まあ、アウターということで、まあ、こちらも 僕のこうね。熱いところにちゃんとバチッとはまってくれているアイテムでございましたね。で、後ろのまあ、キャブエンプトといえばな。この何て言うでしょう。デザインバックデザインなんかも惹かれますし。まあ今みたいな。寒い時期なんかはですね。コートの中のインナーとしてもすごい重宝します。まあ、そういった意味でもこう。中途半端な気温でも使えるし、めちゃめちゃ寒い時期でも使えるっていうので重宝した。一着。 アウターでございましたでは第10位はキャブエンプとのこちらのフリースのベストでございます。はい、続いて小林が買ってよかったもの第9位はこちらでございます。 エクスプロージョンのホエイプロテインチョコレートミルクチョコレート味 3kg でございますまあ前回からの動画を見ていただいている方だと、まあ、ご存知かもしれないんですけれども、まあ、小林はプロテインをですね継続して飲んでおります、えー、以前から飲んでいたのがですね アメリカですかねアメリカのメーカーのプロテインを飲んでおりました、まあ、海外サイトみたいなところで買ってはいたんですけれどもプロテインって結構こう継続的に飲むと減りも早いのでちまちまこう買うのも面倒くさいんですよねなのでまあ一気に 3kg 単位であの買っていたんですけれども結構アメリカのメーカーのプロテイン 3kg 買うととなると1万5、円しちゃうんですよねちょっとその値段が高いなーってちょっとこう思っていたところ視聴者様にですね何かの動画でコメントをいただきましてこのエクスプロージョンのプロテイン安くていいですよっていうことで教えていただきましたで実際に調べてみますとですねこちら 3kg3kg っていうとめちゃめちゃ量入ってるんですけれども 3kg で78,000円ぐらい。 らいのお値段で買えるプロテインでございますさら、まあ、にですねこのメーカーが日本のメーカーということもあってちゃんとこう飲み方とか何が入っているかとかそういうのが日本語で書かれているんですよアメリカのメーカーとかになるともう全部英語なのでまあなんかその全部が把握できないっていうちょっとこう不安があってといったところで言うと 日本のメーカーのまあ安心感みたいなのもあるプロテインでございます。 うん、これは3キロでめちゃめちゃコストパフォーマンスがいいのかなと思いますねまあ一つ難点を挙げるとするとちょっとこの開封口ですねアメリカのですね僕が買ってたプロテインのこの開封場所はスライダーみたいのが付いていてこれだけで開け閉めできたんですよだからめちゃめちゃいいなーっていうので激推ししてきたんですけれども、まあ、このエクスプロージョンのはこういう ま、そういったスライダーが付いていないタイプになりますので、少々こう閉める時ですかね。特に特に締める時がまあ締めづらいです。で、これも視聴者さんに教えていただいたんですけれども、どうやら100均にこのチャックの開封を楽にしてくれるスライダーみたいなのは売っているらしいんですよ。あの、それをですね。ちょっと今度は買って。 ここのちょっと使いづらさみたいなのは解消したいなと思っております。はい、では第9位はエクスプロージョンのプロテイン 3kg でございました。はい、続いて2023年買って良かったもの。第8位はこちらでございます。ちょっと埃がついていましたね。エブリワンのパックティーでございますね。はい、こちらエブリワンのパックティーが第8位でございます。 はい、これもですね結構着ましてでなかなか良かったんですよね前の動画でも紹介しましたかね、まあ、去年の動画で購入品紹介ということで紹介したんですけれども夏はもちろん、まあ、これ1枚でも着ましたし、えー、まあシャチとかのインナーとしても使いましたジャケットのインナーとかにも使いましたね なんかこう20度18度ぐらいの気温の時にこの T シャツの上からパックティーの上からジャケット着てっていうコーディネートもして重宝しておりましたあとは肌触りもすごくいい生地なのでインナーとしてもこういう寒い時期 重宝しておりますニットの下の下着として、まあ、ちょっと贅沢なんですけれどもねあのそのぐらいこう下着としても使えるしトップスとしても使えるしインナーとしても使えるということで、まあ、使用頻度は だいいぶ高かった白 T でございます3枚入りで確か1万8,000円ぐらいなので、まあ、6,000円ぐらいはするちょっとこう高級パックティーではあるんですけれどもあの生地感もですねしっかりしておりますしなかなかこうパックティーにはないこの身幅ですね身幅もしっかりあるので1枚着た時になんかこう下着っぽくならないといった面でも活躍してくれました。はいただ この生産がですね割とこう何でしょう波があるものになるので次回いつ買えるかわからないんですが買える機会があれば次回もリピートしたいアイテムですねはいこのね襟回りもいいんですよあんまりこう首がダラーっとしないですし第8位はエブリワンのパックティーでございました はい続いて2023年小林が買って良かったもの第7位でございますね第7位はこちらでございますはいなんじゃこりゃという感じですね <laughs> 見えてますかねはいこちらはですね山崎実業さんから出ているゴミ箱になりますゴミ箱ですねこんな感じで開きますちょっとこのあたりに置いて はい、ちょっと見えるところに置いて紹介していきたいと思うんですけれども、はい山崎実業さんから出ているゴミ箱が第7位でございます。もうこれ <laughs>、もうゴミ箱の完成形ですね。ゴミ箱と言ったらこれいっ 100なんじゃないかなというゴミ箱を最近見つけまして、大変。こちらも重宝しているアイテムでございます、えー、皆様ゴミ箱何使っておりますか？僕はこの家に入居してからバケツ型のゴミ箱を使っておりました。で、まあ数年使っていくうちにですね。まあ、いろんなところが汚れていくわけなんですよね。それはバケツなので、いろんなあの箇所がありますよね。 でまあそのなんかゴミ箱もねあんまりこう掃除するのもおくじゃないですか。で掃除する箇所なんか減らせたらいいなっていうのを考えていたところこのゴミ箱に出会いましてバケツ型じゃないので表面積はですねもう半分以下。 もう何でしょう3分の1くらいの表面積なので掃除する箇所が少ないんですよねもうここの棒吹いてここの棒吹いてみたいなでここもファーって吹けばいいぐらいのこのシンプルなデザインいやーいいっすね <laughs> なのであんまりこう汚れなんかもですね気にせずにあの置けるゴミ箱なのかなというふうに思っておりますそうなんかバケツ型もいいんですけれどもこう家の中に置きたくないんですよねだからこのぐらいのこう掃除の手間も省けるものであればいつでもこう清潔な状態に保てるので家の中にも置いておくこともできますで買っておかった点もう一つはですねゴミ袋のこの取り付け 取り外しがめちゃめちちゃゃ楽なんですよ、まあ、ゴミ箱はこういうふうにここにあるとすると普通はこの上から引っ張ってた、まあ、まったゴミを取り出すと思うんですがこちらは横からこう引っ張っ張て取り出すすことがでできるんですねいやこれ考えたのすごいなっていうのでもうすんごい感心したんですけれどもそのまあゴミ袋の取り外し取り付けの簡単さっていうところも惹かれております。 で3点目はまあ細かい話にはなってくるんですけれどもバケツ型だとですね45リットルのゴミ箱をこう100%使えないというかあれもうちょっとこのゴミ箱のサイズゴミ袋のサイズだったらゴミ入らないかなっていったところでこっちはですね まあこういうゴミ袋をこう閉じ込めない作りになっているのであんまりこう推奨できないんですけれどもゴミ袋の容量を120%ぐらい使うことができるっていうのでまあそのゴミ袋を変える頻度も減りましたね、まあ、あんまりパンパンすぎるとこういう鉄の棒のところにゴミが引っかかっちゃって取り出しづらくなるのでほどほどにしていただきたいのですがはいこちらのね山崎実業のゴミ箱。 ゴミ箱と言えるのかどうかわからないんですけれども、あのめちゃめちゃ買って良かったものです。もう生活変わりましたね。で、今僕が使っているのがこういう横タイプになってます。で、人によってはこっち開きのものも欲しいなっていう方がいると思うんですけれども、そちらもあります。<laughs> なのでそれはご自身の環境に合わせてこっち開きかこっち開きかあの選んでいただければなと思いますね。 はい、えー、第7位ですね第7位は山崎実業のゴミ箱でございましたはい、2023年小林が買って良かったもの第6位はこちらでございますシュタインのキュプラワイドイージートラウザーズでございます上半期版のベストバイではですね第1位1位だったかな1位に輝いたアイテムでございますやっぱりねこれはもう <laughs> 夏のパンツの究極系かなと思いますこの生地腰回りのデザインちょっとしたこうギミックなんかもこう含めてですねあの本当にこう夏重宝しました素材がですねキュプラ64%ポリエステル36%ということでもうとっても涼しい素材なんですよ。 見ていただくととかると思うんですけれどもちょっとこういうツルツルした素材っていうとこうペタペタ感みたいなのが気になるんですが、まあ、そういったペタペタ感もなくてですね、まあ、このぐらいこう肌離れして着用感もすごくいいんですよね。でさらにですね腰のデザインですが紐が通っていますので、まあ、そのままこうイージー仕様で履ける。でさらに 結構タックインした時にパンツにこうベルト通したい場面がまあ度々あると思うのですがベルトループもついておりますのでイージーパンツなんですけれどもベルトを通して履くこともできるこのデザインなんかも重宝するポイントなのかなと思いますでまあもっと暑くてですねえもっとこう涼しく履けないかなという場合はこちらですね。裾に ファスナーが付いておりますのでここを開けることで内側にスリットを入れることができます はい、この内側に水筒を入れるとですね、まあ、またこう格段に涼しさが増しまして、まあ、どんな夏でも乗り切ることができました暑かったらショーツ履けばいいじゃんっていう感じなんですけれども場所によってはちょっとショーツ履きたくないなっていう場所あるじゃないですかなんかそういった時にも大変重宝しましたし、まあ、ショーツが苦手な方もいらっしゃると思うのでこのキュプラ素材っていうのをですねパンツはおすすめでございますね。 はい、ということで第6位はですね「キュプラワイドイージートラザーズ」「シュタインのパンツ」でございました、はい。ということで第5位にいきたいんですけれども、まあ、例によってですね、えー、一旦「 6位ままでとさせていただきます5位から1位はですね後編にお送りいたしますのでそちらのアップ楽しみにお待ちくださいそれとですねチャンネルとしては初のプレゼント企画をやっております福袋プレゼントキャンペーンと題しまして、えー、応募していただく方の中から1名の方に僕の私物も含めた計4点ですね4点をまとめた福袋を1名様にプレゼントするキャンペーンもやっております ぜひそちらの応募もお待ちしております詳しくはこちらの動画を見ていただければと思いますはいいかがだったでしょうかで本日はですね2023年のまあ購入品を振り返って10位から6位までベストバイ紹介させていただきました5位から1位何がノミネートされるのか ぜひ楽しみにお待ちいただければと思います。それとですね、まあ、皆様のショッピングライフの何か参考になればなという思いでこの動画作っておりますので参考にしていただいて2024年のショッピングライフをこう素敵なものにしていただければなと思っております。はい、ということで今回は前半ということで後編もぜひご覧いただければと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。もしこの動画が入いていただけましたら高評価ボタン、 どうぞよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。それでは。